ボンバイチともかがです。今回なんですけど、非常にね、なんか粘着してくる女いるんですよ。うん、粘着女。そいつがね、粘着パーティー作ったらしいんで、戦ってみたいなと思います。では行ってみようか。今回で、3回目ぐらいになると思います。三条テレコと言います。どうぞよろしく。三条テレコさん？で、今日何、はい、の用なの？何の用？あ、そうそうそう。いや、ちょっとね、会社がやばすぎるって話の。知らんよ、ポケモンバトル関係ないじゃん。いや、これに勝ったらどうな、勝ったらどうなの？会社辞めるってこと？いや、違う、もう やめることは決まった。てか、転職決まった。あ、転職決まったんだ。ありがとうね。すごいね。そんなの乗ってないですけどね。まあ、3回勝負でいいかな。はい、いいよ、いいよ。あ、ね、まあ、オーガポンとかいる感じね。いや、まずね、飲み会が動物園なんだよね、ガチで。飲み会が動物園つまり、うん、あの、いや、あの、殴り合いとか始めるんだよね、上司が。マジで。え、君はさ、どんな、何の会社なの、それは。いや、前にも言ったじゃん、不動産の会社なんだけど。不動産の会社なんだ。で、それテレコさんも参加してボコされてんの？いや、ボコされてはない。私は別に殴り合いはせん、殴り合いはせんけど。あ、口で罵倒してあげてんだ。ま、え、なんて？ゆうこさんって名前キモすぎだろ、お前。何？ふざけた名前したの？全員ふざけた名前なの今日？もしかして。いや、そんなことはない。いや、でもなんか、ゆっこさんさ、どう使ってたじゃん。だからなんか、いいかもなって思って。へぇー。どうしよう、うん。なるほど。これは、いや、このタイミングそんな怖くないけどな。こっち。そこまで。どうしよう、引くべきか？いや、結構さ、過去のガクガクさんの動画見てたら思ったんだけど、はいはいはい、結構話しててさ、読み決めてるよね。これこう、こういうここは別に言いたくないし、怖くないし、とかって言ってさ、なんか雑なことを言って。はい。あっ、くそ！あー、お前これ、一斉ストラックか。危ねえ。一瞬騙されるとこだったな、これ。くそ、騙されてくれるかなって思ったけどね。ってことは、スカーフかなここ、スカーフかなあれ、終わんねえ。これやっぱ騙されるもんだね。俺いつもね、昔失意ゾロワークめっちゃ使ってて、うん、なんか使ってたよね。そう、騙されるんだと思ってたんだけど、結構騙されるんだね。うん、まあ分からんもんな。いや、っていうか、うん、今回さ、勝ったらさ、なんか物くれんの？前そういうこと言ってたの。物？何が欲しいの？ショットガンが欲しい。会社に乗り込んで物理的に会社を潰してショットガン？意味がわからん、お前何を言ってんの本当に。いや、もう疲れてんだよ僕は。疲れてるとかじゃないでショットガン欲しいって俺ふざけてんだろ。いや、ふざけてない、マジで。本当にもう、あのね本当にね、飲酒量、喫煙量が増えたからね、半端じゃないよ。なるほどね。いや、ここですけど、正直、うん、こう引いてくると思ってるんですけど、引かないの？引かないんだよ。引かないんだ。あー、そっち系ね。うんうん、そっち系です。そっち系ね、これちょっと嫌だな。いいだろ、これ。猫さんが蓄えるので、これは、いや、ていうか、言うことこっちになくない？あ、なるほどね、捨ててるか。うん、まあまあ。それはいいとして、ちょっとやだなぁ。10回やったなぁ。うん、ちょっと今回考えたよね、ちゃんとポケモン。うん、いいん、考えた。そう、面白いじゃん。初めてね、初めてではないけど、割とね、いろいろ考えてやってみた。うん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 、うん、この技があるってことは的なさ。で、学部さんさ、あれ最近なんかパーティー変えてないよね。これこのパーティーに勝てるやつがいないからね。ちなみに、いや、マジでこのパーティー全然負けないから。てか一回負けたんじゃない、これにしてから。本当に？あ、汎用性バカ高いから。あくまで真面目にさ、見てないからあれだけどさ。負けてないんだよね。うん、まあ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 。わかるけどね、強そうだなっていうのは。ちょっと迷ってる。ちょっと迷ってる、ここ。どうしようかなって感じではある。うん、いや、マジでさ、今日テンション低くない？本当に大丈夫です。全く低くないけど。普通に楽しんでるよ。さあ、ここラティアス出して、多分蓄えるなんですよ。はい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 、はい。ここで、いや、お前もこれきつかろ、これ。いや、きつくないか。得も高いもんな。2段階上がってるもんな。どうでしょう。いや、でもお前ここ毒打ってないからね、ちなみに。うん、分かってる分かってる。鋼で勝負つけ出す。
知ってるよ。それは分かってる。え、分かってるのにそんな余裕って何をするつもりだ、うん、あ、分かった上でやっていくから大丈夫。ハガテラスからの、うん、なんで俺ここ積みワンメンだと思ってるけどね。うんうんうん、瞑想大丈夫大丈夫、うん、分かってる、分かってるんだ。そして、うん、分かった上でやってる。こっちからはね、有効打は確かにないんだけど、これがあるんでございますよ。はいはいはい、後ろにね。うんうん、え、なんか最近とか思ってた。え、それでなんだ、それでが何人かになるんだ、それで。少なくとも多少はダメージが、いやでもわかんない。え、何をするつもりだ。あくび、待って、あくびはまずいな。なんだ、迷え。マジでわかんね、うん、ちょっとね。え、積んでいいと思うんだけど、ね、そうだよね、積んでるよね。うん、いやでもな、ちょっと待って、なんだお前のその余裕、怖えんだけど。いや、素人だからこそ、いろいろね、うん、毒びしで、2回目で猛毒ですね、うん、後ろ全体が。そうそう、毒びし。そう、まあ、とにかくこれはやっておきたくって、ね、この人はどうするかだなぁ。マジでわかんない。いや、待って、そうだよな。なんでこいつ余裕持ってんのか、マジでわかんねえ。はぁ、惑え。教えてくれ、ここから勝てるビジョンを。かな、いや、これでいいのかな、ちょっと待って、あと35秒、うん、これはどっちなんだ。うん、毒びしはよくって、うん、ちょっと待って、ラティの技なんだったっけ。え、ちなみにこれラティアス引いたとし、引いてまた出しても毒なんないからね。あ、それは分かってる、鋼だもんね。うん、分かってる。でもそこはね、別にね、大丈夫なんだよね。なんだお前、これ引く、逆にね、素人の余裕。あ、でゾロは間違えたかも、これ間違えたわ、完全に。あー、ミスった。まあいいか、うんうん、ミスったけどね、うん、ナイス。あー、すごい、パチで落ちちゃった。マジで意味が分かんない。お前行かれてんだろ。大変行かれてる。こっから誰で勝つの。ガポン、うん、とりあえずガポン出して、もうこれってダメなやつかな。ダメなやつ、はい、ダメなやつって、え、わかんない。普通にミスった、多分。ダメだこれ。あ、ここで炎テラスね。うん、一応少しでも火力上げたいからさ。だってさ、もうこれ特殊で殴ってもどうにもならないっていうか、特殊いないし。そうだね、特殊で殴ってもダメだね。うん、瞑想何 2,3 ずにぐらいしてるじゃん。だからダメだよな。でもこれ、そっちの攻撃を耐えるかどうか。そうだね、これって俺がこれ耐えるか耐えないかでしょ。多分耐えないです、うん、いや、さすがに無理か。うん、あ、よし、これきついっすね、ガポンいるのきついっすね、うんうん、よし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 。ハガネテラス切らせたのは割と良かったのかもな。で、後ろに毒が入るんだもんな。ちょっと待って。そう。とにかくだからこっちは、ちょっとまずい。結構これ決まったかもしれない。いい感じにいった。うん。多分、こう思いたい。いや、そうだと思う。うん。うん。やったぜ。ちょっと、おい。これで一回も負けてないとかって言ってたよね。大口叩いてたよね。黙るなよ。どうしようかな。うん。そうやね、はたき落とすとかってしてもさ、仮面は落ちないじゃん、意味ないし、でもかといってスペゼリフとか、で、落とされたら、ちょっとね、うん、これ何しても大丈夫じゃない、勝てるくない多分。はい、どうしようかな。どうします。まあ正直でも何でもいいんじゃないかな。画面の他の技、なんだっけ、トンボガリスペゼリフ。ちょっと、古さんや。早く。負け格だもんね。長見ちゃんやだよね。ごめんね。ミドルガード。ミドルガード。ちょっとね、害悪なオーガポンを使う。それは問題ない。ステゼリフね。うん、まあまあ、するよね。なんかここ。どうしようもないやな、捨てゼリフを。なるほどね、ここで毒連発入れてくるって流れか。そうはい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 、そっちかもしたら捨てゼリフか。あれだよね、なんかプレドラとか待ってたような気がするんだけど、私の記憶では。うんうんうん、
うん、だからゆっこさんいる、いやゆっこさんいるって言ったらゆっこさんに失礼だけど、わかんない、うん、引くこうでいいのかな。だってそっちにゆっこがないでしょ、大学に多分先生。そうだよね、そうだよね。だからでもここでゆっこさんの火力が下がるのは多分いいと思う。うん、とりあえず裏を出して、裏が見たいんだよね。そう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 、それ次第でゆっこさんがいるから、あ、サフゴか、あ、なるほどね、これの方大丈夫なのでは。あ、あ、そっか、サフゴはどくらないよね、そうだよね。素早さを抜かれるよね。え、一発で死ぬ、わかんない。うん、シャドウボーソだよね。いや、これはうん、あ、耐えた耐えた、うん、まあそうか、うん、自信は一段階下がってるんですよ。一段階下がってるのが、うん、いけると思ってんだけど俺は。どうだろう、いやでもえこっち裏オールフォンだよ。まあ確かにな、もうあれだからさ、 HP 半分、うん、削り切らんか、そもそもシャドウボールで別になんもないよな。さすがに勝ちでは、私も多分、うん、これ負けたか、勝ったか。ちょっとね、今回ね、本当にパーティーで面影宿しがね、強いんだよね。引いてももう一回使えるからだよね、本当にやばいよな、面影宿し。結構バグ特性だよな。そうだね、これがちょっと嫌な感じではあるんですよ、ね、もうこれはこうだよ、はい、引っ込めるんだ。でも、ああそっかそっか、まあそりゃそっか、うん、で、ガインが出てきて、うん、でも別に何も、あ、攻撃が下がる。それか、それか、それね。なるほどね。さあ、ここ、ツタコンボを。うんうん。でも半減だもんね。いや、あ、全然入んねえな。ここは全然。うん、でも、ここでさ、どうせまた捨てゼリフでしょ？それが嫌なんだよね。いや、でも、いけるぞ、こっちからしたら。見せてない技がね、結構ね、大事だと思う、ここは。そうだね。うん。とりあえず、ニードルがどう、うん、いや毒ビシがちょっと嫌かな、うん、俺、うん、そう、それでね、じわじわとね、うん、ちょっとそう、あの実はね、もっと長引かせるようなねパーティーを使いたかったんだよ。害悪イルミーゼとかでさ、まとわりつくとか使うやつやりたかったんだけど、さすがにさ、道具派としては迷惑かなって思ってやめたの。これさ、俺が下取ってるってのが逆にアドバンテージか。そう、コンボだよね。うんうん。まあ、ニードルガード2連成功にかけてもよかったけど。うんうんうん、そうだよね、ステージ F だよね。攻撃めっちゃ下げられるのがちょっとな。今、あれ ?1 下げ状態になってるのかな、がちょっと厳しいかもしれない。よしよしよし。いやー、これどうだ、サフゴで、さあ、さあ。こっちは、攻撃が1段階下がってるだけか。うんうん。ここで、ちょっと待って、これって、どうしたらいいんだ。いや、何してもあんまり変わんないような気もするぞ。どうすんの、うん、まあ、こうかな。うんうんうん、まあそうだよね。それが安定高だよね。威嚇でさ、威嚇と捨てゼリフをどんどん下げるっていう。そんだけ。だよね。え、でも勝ち筋ないでしょ、これ。ガクガクの。うん。苦肉の策感はあるな。うんうんうん。いや、わかるよ、やろうとしてることは。でも毒がさ、もうどんどん入ってくるわけだし。サフゴは、スタコンボが弱点だしさ。そうだね、うんうん。そして。で、ここでニードルだ。うざいな、ニードルが。ダメージ食らうもんな。うん。なんか結構割れながらこれいいかも。お前ニードル打ってんだろ、るんだ、お前、お前ニードル打ってんだろ、ここおおおお、ほう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 、なるほどね。よし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 、え、何今のこれあるぞ、ある、あった、いや無理や、無理だってこれは。ここは、いや、うん、断言してもいい、無理だようんうんうん、これは諦めないよ。でも、いや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 、俺は絶対に諦めないよこのゲーム諦めなければ全然あるから。うん、でけんね。さあ、ツタコンボ。
うん、スタコン棒で落ちるかな、あ、ギリ落ちる、これ毒体だろ、いける、毒体だろ、毒体だろ、タロタロ、毒体、よし、毒体、え、マジ、へえ、で、あれでしょ、ここは捨て台詞か引っ込めるか、それしかないよな、捨て台詞引っ込め、いや、引っ込める意味ある、え、どうすんの、引っ込めんの、いや、いやでもどっちでもいい、うん、どっちでも大丈夫です、私としてはね、いけいけオーガポン、うん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 、ステゼリフだった、まあ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 、よし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 、まあ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 、激破、いやこれ負けたかこれ負けたか、めちゃくちゃ下げられてるからね、3段階ぐらい下げられてない、今あんまちょっとちゃんと把握、うん、3段階攻撃下げられてるからさどうすんのっていう感じはございますが、え、ちょっと待って、ちょっと待って、これは、いやー、あそこの技、なんだっけ、うん、スタコンボどれぐらい入るかだよね、これで3段階下げられてるあ、スタコンボどれぐらい入るかだよね、もう作業なんだな、ふざけんなマジで、はい、2戦目よろしくお願いします、はい、お願いします、もうちょっとね、あなたの戦法正直見えたんで、はい、おうおう、うん、もう無理かな、さすがに、さすがに、さっきはね、ちょっとね、ふざけたんだよね、うん、正直言ってしまうと、うん、ふざけたっていう感じではあるんよ、こっち目線ね、うん、決めました、うんうんうん、どうぞ、うん、はい、これ3戦勝負だからお前勝った勝ちね、これ何、じゃあ本当にショットガン買ってくれんのいや、ショットガン買ってやるよ、買えるんだ、買えるんだろ、日本、いや、まあ、あ、パルジャンね、うんうん、と、前もね、出したけど、パルシェン、パルシェンで、あの、初めて対戦した時勝ったからさ、うん、原価釣り、これがさ、どうしよう、いや、お前考える時間長い、走ろ、ごめんごめんごめん、はい、うん、ほんふざけんなお前マジで、ごめんね、うざすぎる、やった、クソがお前、最高の気分だガチでうざいお前、俺さんはすかす、マジで気分最高なんだけど、ちょっと待って、これまずいってで、あんまり冬打ちとかはあるよね、どうせ、うん、それは分かっているよ、なんか多いかな、うん、あ、冬打ちじゃないんだ、じゃあ、あ、うん、いやー、これうぜーわあー、急所でこれか、弱い弱い、スカーフじゃねえんだうんうんうん、そう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 、うん、なるほど、こうして急所でもう一発使えるよ、水流連弾いけますね、いっちゃいます、え、ちょっと私これめっちゃ強くないちょっとまずいぞこっち、うん、ちょっとみんなに恥をさ、さらしちゃうね、ガクガクそれな、ちょっとこれまずいマジでめっちゃ、ちょっとちょっとマジでめっちゃこれなんか一旦引くわ一旦ここ引かしてほしい、うんうん、ガッチーね、あ、これはちょっとミスっちゃったな、予想できたかもしんない、ガッチーが出てきて、うーん、さあ、さあ、どっちだ、ちょっと待って、ガチゴマのテラスなんだっけ、負けるわけないよね、うん、まあこれでいっか、うん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 、まあまあまあ、そう、ね、OK、 はいはいはい、落とされて、ガッチーを、さあどうする、うん、まだいけるかな、こっち、まあまあまあ、でもどうかな、あ、いや、ダメだ、ダメだった、じゃあ走ろって、こっちからしたら迷うんじゃない、遅いな、お前、はい、走ろ、これでいいかな、うん、はい、出したよ、さあ、ここでパルシェンか、さようでございます、カラヤブしないパルシェンは正直そんな怖くないとこはあるんだけどね、うんうんうん、こっち目線、まあそうだよね、うん、カラヤブ、あ、ちょっとミスったな今、もしかして俺が引くと思ってのカラヤブ、これは、
これはね、うん、テラスをね、切るか、そう、引くかなって思ったんだよ。うん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 、それかなんか、あのテラス読んで、あれ、真空が白派なんだ。白派ってこれきつくないか、バラッタマン。おっとだよね、きついよね、無理だよね。ああ、ちょっとこれ普通に負けたかな。いや、どうだ。タスキじゃないと、結構耐久低いでしょ、うんうん、確か特防。ね、そうだね。で、ここで海流。ここが。ここで海流か。いやー、きびいかもしれない。いや、わからん。ちょっと待って、どっちが早い？引くのね。そこはまあまあよく。何型かなんだよな。ここは、まあとりあえずテラス。お、テラス見れたのはラッキーかな。ちょっと見てきたかな。引くかわかんない。フェアリー。フェアリーテラス。ちょっとね、変わった方かもしれない。いや、どうだろう。フェアリーテラスか。じゃあ、テラバカここ。あ、エアスラか。エアスラね。ってことは、これ、電磁波持ってるやつか。さあ、どうでしょう。なるほど。なるほど。で、ガチだよね。まあ、電磁波持ってたとしても、ここは打つ意味がないので、うん。わかんない。素早さ瞬間、ごめん、わかんないだった。あ、先動いた、動いた。うわー。そうして、まあ、こうだよね。で、まあ、じわじわ。動いていくけど、ね、でも、ちょっと微妙いかもしれない。そうだね。とにかくじわじわ。さあ、まあ、ここまで削っとけばみたいなとこあるけど。まあね。で、跳ねやすいければいいんだよね。で、また、マルチスケールが復活。何その力？今そんなに。いや、ごめん、なんか、普通に時間かけないから。お前、尺取りすぎだわ、これ、普通に。ちょっといろいろ考えた。いや、でも、ほんとごめん。あんまり時間かけないやつの方がいいよねとか言っておいて、普通にめっちゃ時間かけてるから。あったかな？昼にを。しちゃった。でも羽休めすれば。まあまあまあ言うてじゃないこれ。言うてかな。で大地の力。ギリ。耐えてはいいです。言うてじゃないこれ。ブラッドムーンどっちよくないここ。よし。まあまあ。イヤスラしないんだ。ここイヤスラしないんだ。ここ、あれ、あ、そっか、あ、そうだ、見つった。オッケー、オッケー。悔しい、普通に悔しい。ここはちょっと経験の浅さが目立っちゃいましたね。はい、負けました。もったいない。まあ、とりあえず、イーブンに持ってきましたね。じゃあ、私が次勝ったら、ショットガン買ってね。はい、3戦目、よろしくお願いします。なんかもう、ちまちまやってくる感じ。ってのがもう見えたので、私、もうね、時間かけられないかなと。ごめん。もうこれ以上時間かけられないかなと思っていますので、まあこれでいこうかな。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあこれで勝った方が勝ち、ね。決めろ。これで勝った方が勝ち、ね。そうだね。いやーお前これゾロアークだる。見えてるてー。ゾロワークじゃろこれ。どうせゾロワークじゃろ。そんでそれで反応見てるんだろどうせ。裏がな。こうかな。裏がなじゃない。押せっつってんだろお前。いやごめんごめんごめん。マジで遅いなお前。あ、引っ込めるんだ。一旦こうガチグマ。グマちゃん好きだね。あ、本物か。本物です。モノ本だよ、ここは。あ、ちょっと選出ミスったかもしれないな。これちょっとめんどいか。ここはなるほどね。ああ、普通に選出ミスった気がする。ミスったじゃん。はい、後ろつってたろ、お前。
うるさいな。オッケーオッケーオッケー、キューじゃないっす。早く話すことしてくれる。ナイス、間違いもないっす。お前よく尺を考えてる、偉いぞ。クマちゃんね、うん、ほんと。で、ラオス。ラオスです。ここはね、ラオスね、こうでいいのか、わかんない。まあラオス、そんな、まあまあまあ、あ、でも後ろに毒蛇入るのちょっと嫌かな。一巻きしかできてないけど、まあ一応ね。つかさ、今回なんか DM でやたらさ、話すこと決めたのって言ってきたけど、何、ネタ切れなの、話す内容、あれなのは、ただ対戦来るだけ、面白くねえだろ、考えろ。いや、そうは分かんないけどさ、だから自分に需要があると思ってんじゃねえ。あるかもしんないじゃん。ねえ、ない。さあ、毒テラスで、ここは間違いなく水流なんすよ。さあ、返しのブラッドムーンで落としきれるだろう、これは。どうでしょう。あー、ちょっとな、厳しいかもな。普通にあっさり負けそう、これ。いけるいけるいける。これでショットガンかわんでいいよ。あいーい。今どんな気持ちいいね。ジェット撃てよ、ジェット撃てよ。いやー、これ進行落ちんだろ、よし。どんな気持ち、どんな気持ちですか。悔しい。どんな気持ち、普通に教えて。普通に悔しい気持ちです。いや、こうパルシェ打たないとブラッドも落ちるぞ。そうだよ、分かってるよな。いや、ダメだね。しょうがない。そうだね、つららしく落ちないね、ここは。いやー、これはギリ落ちないよね。パルシェなんでガライブしねえと雑魚だから。まあそうだね。スキルリンク5回は入るけど、これロックブラストで昼見狙った方が良かったかもね。ああ、なるほどね、確かに5回ですね。はい、お疲れー。はい、最後どうぞ。何か言いたいことあります。はい、なんかありがとうございました。楽屋服のテンション低いか。はい、お金も大切な動画でチャンネル登録の方忘れなくて、では次の動画でお会いしましょう。バイチャー。